はい、東京ビットコインニュースです。今日は9月25日水曜日、バリ島からお送りしています。今日は SV のレンディングレートが急上昇しているということについてお話ししたいと思います。で、まずは BTC の値段が8384ドル 12.71% 値落ちてます。で、ビットコインキャッシュが 219.68 23.2% 急落と。で、 SV が 84.18 ということで 23.77%、落ちてて、まあ全体クリプトマーケット全体がまあ急落していると、まあそういういわゆるブロードバース状態になってきてます。で、それで、まあ、僕が、なんか、ツイッターでね、回ってきてて、なんだろうって思った、このコインレンドっていう、会社の、その、ビットコインの ビットコイン SV の、レンディングレートが急上昇してて、今 22.01% なんですね。で、こういう図。で、これは要は、SV を貸したら、今ね、2.3% の年利が稼げますよっていうことになってるわけですよ。それで、それがビットフィネックスでね。だからビットフィネックスに貸したら年利 22% つくっていう、まあ、そういうことなんですけど、いいじゃないですか。で、それがね、昨日の、夜の、夜から急上昇して、その前まではね、1.1% だったんだけど、ドーンと上がって、こんなことになってるということなわけですよ。うん、ってことは、まあ、どういうことかっていうと、ビットフィネックスで、SV を借りたい人がすごくたくさんいて、で、その借りた人はショートポジションをまあ入れるっていう、まあそういうわけなわけですね。だからショートポジションがまあものすごい作られてるって、まあそういうことなわけですが、で、それがまあどういう仕組みかっていうのをちょっとね、まあちょっと見てみまして、で、これコインレンドっていうなんか、元 SAP のエンジニアの人が作って、で、ドイツ、に、まあ、本社があるみたいなんですけど、で、どういうことかっていうと、まあ、コインレンド自体は、まあ、お客さんの、コインを預かるっていうわけじゃなくて、ビットフィネックスとかポロニエクスに API 接続して、まあ、自分の口座向けに対して、その、まあ、オーダーをエクセキューションするっていう、まあ、サービスなわけですけど、で、どうもね、なんか、まあ、僕やったことないんですけど、ビットフィネックスとかポロニエクスで、その、SV とかね、他のコインを貸し出すことができて、で、その貸し出すのも、その、一応その、決済されるともう、借りてる先がこう返しちゃうと、もうそれで一旦クローズしちゃうんで、そうするとまた新しく作らなきゃいけないとか、結構ね、サイトの中でやるとマニュアル作業が多いんですって。で、それを、そのコインレンドの、その、サイトを、サービスを使うと、そのオートメーテッドレンディングっていうふうにね、こう書いてありますけど、それが、まあ自動的に、貸すことができて、で、それで、まあ、要は便利になるということですね。それで、ビットフィネックスが今、22% で貸せれると、SV はね。いいですよね。で、まあ、この、まあ、怪しいビットフィネックスなんですけど、その、まあ、そもそも、その、ビットフィネックスがまあ怪しいんですけど、で、SV と USD の取引額が、これ見ると6.2ミリオン、6.2 ミリオンもドルね、だからまあ7億円ぐらい、本当にね、こんな取引本当あるんですかっていう話。はい、今度はBSV、BTC の板の方、こっちが 2.469 ミリオン、だからまあ2億5000万ぐらい24時間取引がありますと。で、一方で、ポロニエクスだと、230 BTC
が、取引されてるっていうことは、だから 2.3 ミリオンぐらいね、2億3000万ぐらいの BTC SV の取引と、USDC ですね、コインベース、これは2位に来てて、これは、US ダラーで、まあ、約1億円分ぐらいが取引されて 22% 急落しているということでね、本当にね、もう、そんなね、SV の取引こんなあんですかっていう、まあそういう話ですよ。で、例によって、まあ、いつも一番ダーンって下がるというね、下げさせられるというような状況で、ね、非常に怪しいというようなことを思ったわけです。はい、というわけで、まあ、レンディングレートについては今日、これで終わりですけれども、それ以外でですね、コインポストでですね、古物商許可で、古物商許可での仮想通貨決済が全面的に認められるっていう、まあ、こういうふうなニュースが今日さっき出てきたわけですけど、古物商を営む岡部則隆氏は25日、古物営業における仮想通貨取引の可否について警視庁に問い合わせた結果、公式見解があったことを報告したっていうことでね。で、まあ、その、古物商の免許あれば、その、警察から、まあ、決済に使っていいですよっていうことが、まあ、確定したっていう、まあ、そういうことみたいですけど、んで、まあ、それで僕が、まあ、聞いたのは、その、まあ、本人ね、この、まあ、印鑑から国民を守ると、岡部さんとかってなってますけど、まあ、支払いにね、BTC とか仮想通貨を使えるっていうことは、まあ、まあ、それはまあ、それでいいんですけど、その逆、例えばビール券とか新幹線の回数券とか、まあ、持っていけるじゃないですか。で、そうすると、その、日本円で買い取ってくれるじゃないですか。だからそういうことはね、逆で、ビール券とか持ってったら、例えば BTC とか SV もそうですけど、で、コインがもらえるんですかっていう逆方向もね、おそらくできると思うんですけどね、決済に使えるっていうことなんだから。で、なったら面白いなっていうふうに思いました。まあ、特にですね、例えばその昔東京にもあったビットコイン ATM、まあそういうのがね、古物商のお店に、置いてあったら、で、まあ、例えば10万円ぐらいまでは KYC なしで、もう自動販売機で KYC って実際問題できないから、10万円とか、1回10万円とかね、までは、その KYC なしで気軽に買えますっていうね、まあそういうことがね、できれば、また日本もね、面白くなるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。というわけで今日は以上です。東京ビットコインニュースでした。さよなら。